シグナ知恵系へ働きかけるある種の小さな危機器そうした危機器がない現代生活ではあまり動かずお腹が空いてもいなくても満腹に食べる衛生的環境で感染症も少なくなった言い換えれば私たちの暮らしには体に対しての危機的入力信号が少ないということですこれは必ずしも好ましいとは言えません ななぜ、それがいけないけのか。これまで論じてきたように体の細胞は常に入れ替えを行っています。そのスピードを高めるのが運動による筋繊維の裁断骨の歪びつだとか加圧トレーニングや高地トレーニングなどのちょっと足りない環境下での負荷そのほかアレルギー異常を防ぐ幼少時の毒素暴露など小さな危機が日常的に起きる生活環境だったのです。 ついでに言えば雑菌にさらされるような環境で育った方が丈夫な体を持つ確率が高いはずです自然現象としての小さな危機に出会うことが少なくなった現代私たちは体の細胞の入れ替えが促進されないために虚弱あるいは慢性的な病気になりやすくなっていると考えられます一旦病気が発症しても 体の細胞の入れ替えが遅いことが不利に働き病気がなかなか治らないそんな人が増えているようですでは危機があれば病気が治るのかというと今現在病気の人に害が強いことをするとますます弱ってしまいます健康・半健康の人は細胞の作り替えに有効な程度が半病人以下の人には もっとレベルの小さい最小限度という多すぎも少なすぎもない信号としての量が望まれます動物たちは植物の二次代謝産物を使って病気の時に自己治療しています人間にも自己治療が及ぶ領域というのがあってその場合には自然界に存在するもの性質量が揃うことが条件です人間は 個体差が非常に大きく、自分に合うからといって他人にも合うとは限りませんその人に合うもの性質量はその人向けであって他人向けでない各人に合わせないといけないしかも効果の出る必要最小限度を用いることが肝心最小限度を越して用いるとそれはやはり毒にしかならないので注意が必要です 条件が揃うと健康へ導くことができる。私はそれをヘルスプロモーショナルシグナルと呼んでいます。